真実。あ、真実の奥。真実の奥のさらなる真実。よろしく頼むぞ。三。二。一。さあ、第七話。では、今回はあれだね。人体錬成。 そこら辺の研究をしていたマウロさんの資料。これを取りに、セントラルの中央図書館だったっけそこに向かおうみたいな感じだよね。体の方も無事戻って。ただあの体さ、ちょっと気になったんだけど C パートだっけあのウィンリーが作ってたさ、オートメイルの腕がさ、なんかネジが一本抜けてるようなさ、シーンがあって、あれ大丈夫なのこの後あれなのかな やっぱなんかすごい戦闘とかになった時とかに、あのネジがなかったことによってとかがあるのかなそれともやっぱネジこのまんまじゃまずいってことで、これでウンディとかがこの後を追って上京してくるとかあるのかね。で、この家をね、また燃やした理由っていうのが前回わかったね。パパとか関係なく、ま、退路を断つために帰る場所をなくすために、まあ、覚悟を持って燃やしてたっていうね。 で、ちょっとここで一つ考察を、まあ、当たってるか分かんないけど入れたいんですが、前回、あの、マルコーさん、マウロさんえー、軍の医者って人出てきたじゃん。で、稲が帰った時におばあちゃんの口から、ウィンリーの両親も、エシュバルの内戦で死亡って話で、まあ、両親どっちかなのか両方なのか分かんないけど、医者だって話出てきてんだよね。ここさ、繋がったりとかないかなで、 マウルさんはこの研究は本当に地獄だって感じで、もう逃げ、逃げ出しちゃったけど、ウィンリーの両親実は死んでないで、まだこの賢者の石の研究、これしてるパターンはないかな。だから敵側の方で、ウィンリーの両親出てくるとかね。まあもちろんこのエドたちの両親もさ、怪しいけど、敵側にいそうだけどさ、 どううだろうなうんねえ液体でもあるんだよね、うん、いやこの人大丈夫なのかな死んじゃったのかなうんけなんかそっちにもグラトに来たっぽいよね予告見てるとお あ、え今のがあれなのえあ、ああ、資料燃やされちゃったのか場所聞き出せたのか。うん。うん。あいつん か,かなそことぶつかるのえー、けどあの人なんか死んでほしくないキャラなんだけど。いやけど予告であれだよな、ね。江戸なんか資料みたいなの見てたよね。あやっぱこいつか。ああいつ迫ってきてんじゃないもう。ほらいやけど舐めない方がいいと思う。 お互い強者同士じゃないこれ。ほら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 、撃退しちゃうおほほほほすごいじゃん。2対1はやめてよ。えぇ、ー、?2、1かい。ん何 そういうこと。<laughs> ああ、この人大佐よりどんどん上に行くのかな大総といやー、けどそうした方がいいかも。絶対の上の人やばいって。ブラッドリーだっけ。あ、あさっきのあれだ。うん。まだいるってことだね。 うん、で、結局どうなったのいや,いや、やっつけられてないよね。えやられたいや、死体はないからな。うん。出てない。<laughs> いや、いや、いや、いや。うん ええー、めっちゃ大変。いや、ほんと。デートデートする相手いるんだあ。ああやっただから泣いてんのね <laughs>。<うん S 1> ああ、まあ、深手は負わせたのか。 出た。お父様。いや、お父様、誰。うん。ん。なんだ。うん。すっと。うん。ああ、もう終わりなの。うん。 俺、アームストロングさんずっといて欲しかったわ <laughs>。頼りになりそうだし <laughs>。精通。うん,んああ、あるを見て。うん、ああ、そうだ。あんまね、知られてないんだよね、そこら辺が。で、上にはバレないようにしなきゃいけないんだよね。 俺何げさ前回見ててさ気になったんだけどこのあるのこの前掛けみたいな何なのあの白いの一応男の子だからやっぱああいうのつけてんのかなって俺思ったんだうん <laughs> 移動させてたんじゃないかほを静かあシェスカえ何静かなんかありえないかこの世界観的にえ <laughs> いや、崩れてんじゃないあれ。埋まってるだろ。<laughs> いや、来てくれてよかったね、みんな。まあ、けど、本に埋もれて死ぬのは本物そうだよね。こういうのが好きな人は。いやー、こんな重ねちゃダメだって。うん。あー、やっぱ静かだよね。<laughs> 静かじゃない。え え <laughs> <laughs> ああ。ああ、図書館関係の仕事なのかなうん。ああ。うん。<laughs> じゃあ、あんな本読んでちゃダメだろ。あははは。 <laughs> いや、ちょっと落ち着いてくれ, <laughs>、うん <laughs> くれ <laughs>。うん。すげえでかくあるじゃん。あうん。お覚えてる。うん。ああ、じゃあ燃えてはいるのか。うん。ねそういうことになるね。うん。 かけるのかこの子。もしかして。やばやばい <laughs> すごい <laughs> めっちゃ日本や <laughs> お。おえ、もうできたのいやいや、この量。 <laughs> いつか <laughs> いや、年単位だろ、こんなの。ああ。凄す,すぎる。ん今日の献立あ、錬金術の。いや、けど、その中に何かあるんじゃないか。暗号かな いやいや、そんなはずないよ。一時っく。一時っくなのああ、だからもう瞬間的にあれだろうね。写真的な感じで記憶できる人なんだろうね。うん。うん。んあれうん。うん。時計。 ああ、そういうことができるんだ。うん。え、すげえ金額とかなんじゃないこれ。普段お金使わなさそうだしさ。で、優秀なんでしょう。ほらほらほら。ほらほら。ほらほら <laughs> な、お母さんの話も聞いちゃってるからじゃない大事にしてほしいなって思いがあるんじゃない うん。だから、レシピに見せかけてなんだよ、きっと。うん。暗号化。あ暗号化ね。うん。うん。ああ。いや、けど、これ、あれじゃん。 あの、グラトニーたちはや、ね、潰したと思ってるから、裏かけてるね。うんうん。いや、もう二人ともすごいな、なんか。やっぱこの子たち優秀。子供の頃にあんなね、錬金術やっぱできるだけある。 子たちなんだね。この二人もこれからずっと出てくんのかな今の。えうん。ああ、二人を持って、っずぶ。<laughs> いやーけど、聞きに行ってほしい安否が、けどやっぱ死んでんだろうな。話しちゃってるってことうん。ああ やっぱお母さんのために使ったんだね。<laughs> あ、この子に手伝ってもらうのか <laughs> いいじゃん。女子女子 <laughs> めちゃくちゃ優秀そう。しかもいい子そうだし。うんうん。うん。うんう、んうん、うん。 いやこんな能力欲しがる人いくらでもいるでしょ。いやー、この警備大丈夫かなおあヒューズさんうん。いや、声でわかるよ。声で。いや、ヒュージュさんに声優さんの面影を。ああ。<laughs> パパみたいな存在だろうからね。 ああ、たかああ。いや、ほんとよ、俺も思い出したくないよ。うん。あの図書館のことなんじゃないのうん。んなんだ 燃やされた分を全部あれだ、戻せんじゃないおう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 復元。すげえ。おー。やったよ。夢の第一文化おー。あは、シスカさん。これまた出てきそうだね。ヒューズさんのもとで。ああ、けどよかった。 俺、ここで雇われんのかなと思ったけどね、なんか。いや、で、なんか、アドバイスとかもらえると思ったのに。うん。うん。おはぁ、えドね。おっ。うん。いやー、なんかわかるかな。 <laughs> 簡単にはいかない <laughs> いやてかもう量がなやばいもんねこれレッドねえ本当にね警備がさざるじゃね あれ兄弟喧嘩かあー、っていうかもう行き詰まっちゃったのか。<laughs> 同じこと言う <laughs>、うん。あ、溶けたあけどあれなんだろうね。ああ。うん。 いや、相当エグい内容なんだろうね。えー、ってことは、あの偽物だって作るのにあれなんじゃない人の命とかさ、代償になってんじゃないのこれ。だからそれ裏で軍とかが関わってたらやばいよな。 うん。しかも、このね、ことを調べてるって知られたくないよね。あの、ブラッドレイとかに。うん。ああ、心配してんのかな。ちょっと引っ張り出してあげてよ。うん、ああ、アムストロングさんには報告してほしいな。あ、ああ。あ <laughs> また脱いでる <laughs>。話せ話<離>せ <laughs> そこはいい <laughs>。ああ、二人か。うん。いやだから賢者の石、仮にあれだよな。作ろうとしたらそういう道しかないのかな。 うんうん、できないよね、そんなこと。うん、いやー、戻れんのかな、ほんとに。うん タイミング、タイミング何、何ああ <laughs>、もう扉の意味なっちゃな。<laughs> あ、ああ、知ってね。いやあ、もうここに話すのはいいんだけど、もうこれ以上軽口叩かないでね。二人とも。うん、うん うん。真実。あ、真実の奥。真実の奥のさらなる真実。ああ。気になってたワード。俺、真理だと思ってたんだけど。うん。まだ、あはあいにとかなく。うん。 んなんか協力してくれんのうん。うん。そこにまだあれかさらなる真実がそこにあんのかうん。ばってん。怪しいね。いやー、そういうことにしてるんじゃないうん。 ああああ人いや、そういうことをやってんだよ。いやー、こういうのさ、世界のどっかでは実際にあったりすんのかな賢者の意思はないにしても。いやーねー、ねえ いや、本当に、これはね、巻き込まれたくないな、俺が軍にいたら。うん。え、大丈夫あなた。いおとなしくできるか <laughs> なんか、けど、いいね。いい大人が周りにいてくれてさ、心配してくれてる。 おほほほ。<laughs> あ、もう、勝手に動くやん。ああ、おかしいね、こんなのね、いたら。いや、そんな、ねああ、バリバリってやつ。あー <laughs> あ<ー>、おほほほああ、 もう鋼だからね。こんなの。おい、昔ね、これ雪がかかっているときに握っちゃったことあるんだよ、思いっきり。もうさすがの傷もね、ほとんど残ってないけど。入ったね。うん。なんか使ってる感はあんまなさそうだけど、ね、ああ、ね、ねあるいけないね、これ。 うん、しかも最悪あるあれだよね。ガラクタのふりできるもんね。中身空っぽだからさ、あれ。<laughs> ええああキメラ的な感じなんか作られた存在なんじゃねだからやっぱグラトニーとか、かなり人間に近い完成品みたいな感じに近いんだろう。 もっとすごいの出てきそうだな、なんか作られた存在とか。だから人間って言うんだよ、あいつら。うん。うん。いや、気をつけてねー。ああ、こっちにも来た。ってことは、あっちにもあれが行くのか。ああ、 なるほどね。いや、それぞれ1対1で戦ってみたいな感じだ。いや、人じゃないでしょ、あれ。刑務所で処刑したってことにされた、66と48ね。ああ。だから死刑囚の番号とかなんじゃない今の4866。呼ばれてた。で、まんまそれが使われてるというか。で、彼らは、 まあ研究に耐えた体みたいな感じなのかな。いや、恐ろしいことしてないかだとしたら、ここ本当に。いや、そりゃ、マルコーさんは逃げ出すよ。こんなのに関わってたらさ。けど、ここにきっと本当、この賢者の石のさらなる真実みたいなのがあるのかもね。ここにたどり着いて欲しくないから、 グラトニーとか、そこら辺は、あの図書館を壊したってことなのかなけど、それなのにたどり着いちゃったけどね。この鋼の錬金術師は。で、なんか人柱みたいな話もなえこの子たちさいや、この子たちはあのお母さんの子供だよね、さすがに。実はお父さんがね、完成させた、なんか、 人体錬成の完成品とかないよね。うん。うん。闇の住人。うん。いいタイトルだね、なんか。うん。 この毎回最後のあれだね、ナレーションの言うさ、セリフがかっこいいよね。結構次回の話のことを端的にね、表してるのかもしれないけど。やっぱもうあれじゃない軍の上、ブラッドレイさん、大総督とかはね、もうほぼ黒でいいんじゃないかな。 で、そこら辺を追い落とすのが、マスタング大佐なんじゃない彼は今んとこまだ何も知らなくて、あのヒューズさんとかも賢そうだし、アームストロングさんとかの力も借りてね、ここら辺のさ、軍の大人組がさ、少しずつちょっと上おかしくないみたいな雰囲気になってきて、表面上は、まあ、使われる部下のふりしつつ、いろいろ裏で調べて、そのうち確証を持ってみんなで突き詰めるみたいなで、それでやり合うみたいな感じになるんじゃない その中でさらにじゃあ今度何が語られるのだよね今回賢者の石作るにあたってさ人の命を使うとか分かったけど石原内戦でもねなんか賢者の石のテストしてたみたいなこともあるーさん言ってたじゃん相当政府軍とかがやばいことやってんだろうなその結果のあのグラトニーとかなんできっとだけどそっち側でパパとかウィンディーの両親に出てくるのかなあとはちょっとスカーもね容体も気になるところだけどね今安否不明で はいといとうわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録、まだな方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画をプツゴしました。バイバイ。